ございます。さやさこころです。ゆきこです。いいよ。今日はゆっこと2人で千葉ワーディゴルフクラブにやってきました。はい、で今回はですねガーミンの新商品アプローチ S60 ゆっこにもつけてもらいましたが、はい、この機械を投入してラウンド動画を撮影したいと思います。はい、GPS 距離計ってゆっこ使ったことある？いやこういう腕時計タイプはなくて、なんかあのちっちゃいポケットに入れるやつは使ったことあって、すごい楽だなって。楽だよね、うん、すぐ見えるし、残り何ヤードかなみたいな、コースレイアウトも見えるし、さらにこれが腕につきます。めちゃくちゃ軽くない？めっちゃ軽い。もうちょっと重いかなと思ったんだけど、かなり軽いです。見た目はなんか重そうに見えるけど、うん、結構しっかりしてるもんね。でこの S60 なんですけど、前回紹介した S20J から機能が大きく変わりました、うん、前回と違ってフルカラーになりました、うん、カラーになったよね。前回のやつはここだったの、操作がボタンだったんですけど、今回がタッチパネルです。あ、タッチパネルだ。タッチパネルでいろんなところが見れちゃいます。で反応がね、すごい早いらしい、移動したらすぐ、はい残り100何ヤードですみたいな感じで、すごっ、見れるらしい。そこも見てください。いやキャディーさんいらず、セルフ向き、うん、セルフ向き。キャディーさんに言われて、さらに自分でも確かめれます、うん、ですね。で日光の影響、結構眩しいと反射しちゃうじゃん、うん、そういうのもねないらしいです。え、すごっ。でも今日あいにくの曇りなので、うん、しっかり見えます。見えます。で今回ゆっこは白です。日焼け肌に、日焼け肌には白、はい、入るようにちょコントラストで、私はまあちょっと締まった感じ で、ね、ちょっと本格的な色合いで黒にしました、うん、はい。まあ、そんなコーナーで他にもねたくさん機能があるので、ラウンドの中で紹介していきたいと思います。はい、ピンまで276ヤード、エッジ奥、お願いします。飛ぶ、大丈夫ね、かぁ林、お、出たクラブ、ドライバー B、 ちょ、打ったらね、クラブが出るから、ゆっこ、すごい、クラブを押して、お願いします。ドライバーじゃないんだ、いきなりドライバーるのちょっと怖くなるほどね。お、いいじゃん、いいじゃん、いいよ。ナイス。見てみ。あ、すげえ、出るね。3番ウッドって出てきた。3番ウッドを押して。そう、押すの。あ、すごい。そう、自分の後でパソコンに繋ぐと、どこで何打ったかって全部出てる。これ何で打った、何で打ったか分かるのかな。分かるの。え、なんかね、距離。だいたいこのくらいの距離でこの番で打つでしょうみたいな感じで、すごー。あとでほんとパソコンに来た自分が、なんで右行って左行って何度で押してとか全部出てくる、こういう、すごい、嘘つけない。飛んだ飛距離がこの一番上に表示されるらしいです。思いっきし林ですよ。思いっきし林に打ち込みました。192、194、196ヤード。出た出た。お、今のヘッドスピードでなんかローウェッジとか出てきた。すごいね。出てきた、すごい。7番？ 7 番。お。次行きます。ピンまで57ヤード。あ、でも横がいいんじゃない？ピンまで56ヤード。あれ？うそー、めっちゃダフったー。サンドウェッジかな？サンドウェッジだね。サンドウェッジ。めっちゃダフったー。グリーン、うん、おー、あー、7回叩いた。7回ネクスト。パット数がでも外からだから
じゃあ2パットのまま。あ、フェアウェイとかも出てくるんだ。すごいぞこれ。右。次。これちょっと打ち上げてるじゃん。うんうんうん、でピンまで154。あ、もう入ってるの勝手に。押すとこれ高低差ないバージョン。平らバージョンで148。はいはい。だから打ち上げがだいたい7とか。うんうん。まあ67、ね、あるって感じで、これ入ってるからこのまま。あ、超えてたな。あ、あ、おお、大丈夫よ。でも前抜けてるし。ナイスショー。ナイスショー。どこ打ってんだ。でかい。おお、止まった。うん、止まったっぽいですよ。はい、何番アイアン？6番。白鳥ホールだよ。白鳥さん、これ今ピン見えないじゃん、うんうん、ピンの位置を知りたいときに、うん、まあ、ここにも書いてあるんだけど、うんうん、こういう曲がってます。右上を押してここ押してもらっていい？この旗パーセント？あ、旗か、旗っぽい。あった。ピンがさ、こっち側にありますよってこう出てくるの。すごい、すごいでしょ。本当だ、すごいでしょとか言っちゃった。11時40分ぐらいじゃん。そうですね、11時40分の方にピンもありますよ、うん、へえ。で戻る。はい、だから結構砲台グリーンとかでさ、ピン位置見えない時とかに便利。いいね、めっちゃ効率的。白鳥も応援してるよ、ゆっこ。うっしゃ。うん、おー、いいよよ。ちょっと右行った。戻れ。おー、戻った。ナイスキック。お疲れ様でした。どうだった？これでおかげで、なんかどこにピン位置があるとか確認ができて、どこに打てばいいかっていうのがすぐ分かってね。高低差もすぐ出たしね、うん、でね、うん、さらにこれね、白黒だけかなと思ってたら、なんとバンドが10種類。いい、その日の気分。その日の気分によっても、ね、結構こうカラフルにしたい女性多いと思うんで、うん、結構色を変えれます、うん、その日のコーディネートに。でさらにね、 LINE とかさ、うん、携帯がさ、あのカートに積んであってさ、うんうんうん、ピコピコとか着信が鳴ってますよとか、はい、そういうのも一緒に同期できちゃう。え、すごっ。あの、例えばじゅんちゃんから LINE が来ましたみたいな、じゅんちゃんから着信ですみたいなのが出ます。え、すごい。あら、すごいな。だからラウンド中ってさ、あれ携帯鳴ってたんだとかあるじゃん。あるある。そういうのも結構ね、回避できます。すごいな、はい、で普段もね、うん、あの万歩計とかね、その、うん、体のいろんなことを知れたりとかもするんで、普段使いにも、なんでゴルフ以外にも結構使えるので、うん、めっちゃいい。ぜひ皆さん活用してみてください。結構面白かったです。でも、うん、ラウンド中なんか全然軽くて、ね、何も気にならなかった。逆にこうトップの位置があの定まっていいかもしれないですね。目安。はい、以上。ではまた次の動画も楽しみにしててください。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。